星と思う。かわいい。やえばんや。見上げる夕焼けの空に誰が歌うのか子守歌。私の城下町。瀬戸日暮れて夕波こんなに清純、まあ、派ですよね。あと追い勝負歌もそうですし、ね、お嫁に行くの二度とできない恋をしてあなたを遠く離れ離れになってゆくの今つらいわね。確かにそのわかるでしょ、そのこうデビュー当時の素朴で、ええ、でも美しくて、ええ、でその曲の世界観も含めて清純な感じから、ええうん、ちょっと段階踏むと、うん、こう大人の女性みたいな感じになってって、ね、歌声とかこう声の張り方みたいなのも、うん、やっぱりこう大人になっていく、そしてそれにこう伴ってファッションだったりメイクだったり髪型みたいなのも変わっていく、それもまた昭和40年代から50年代にちょうど移り変わったところまで今まず見ていただきました。でも美恵さん直の後輩でいらっしゃいますもんね。いやでもね、あの人は私たちのことを煙たがってたそうなんですか。海子さんだけでしたみんなそう、この後もまだまだまだ瑠美子は進化をします。確かにどんどん進化をしていきます。そしてそれは昭和を駆け抜けた紅白歌合戦の歴史ともやっぱりリンクするところがありますので、もうとくとご覧ください。楽しみ、はい、これでそうか、出た、これでちょうど80年代に入りましたね。今1980年このね、早替えっていうのが一つもう紅白名物になってくる。海子もう一度ダンサーを引き連れて早替えをするっていうのはもう定着して、でこれが見せ場だったんだ。ここでまたさらにその早替えも進化をすると見て、可能性を試してみたい。小柳さんがいつも言う言葉です。今年はいろいろな可能性に挑戦し、見事に花を開かせた一年でございました。それでもう一つのね、ハイレグというハイレグが、これが初ハイレグ。いわゆるもうバブル期に突入してる時ですよね、ちょうど、ね、世相はね、もう背負えるものは全部背負っちゃおうその代わりまたはどんどん切り込みがこう激しくなっていくっていうね。すごいでしょ、これはもう。ああいう見せ方だったんだ。歌に何の脈絡もないけどね、やっぱ早替え、そしてハイレグっていうのはもう瑠美子さんのもう代名詞であり、日本の大晦日の風物詩、もう定着した風景だったの。でもまだまだすごい15玉残ってますよ。それが昭和62年のヒーローという曲なんですけれども、また昭和ね。これはとっても有名なあの洋楽の映画のね、のカバーなんですけれども、私は私でこの詩で歌うっていうね、よりヒーロー感が出てるっていうか、そこでルミコさんから聞いたんですか。いやいやいや、聞いてない、一切聞いてない、一切聞いてない。でもルミコさんにはこうその話をしました。で、あんたがそう言うんだったらそうじゃないって言ってました。でもこれやっぱりね、私の中でも一番好きなシーンでもありますね。嬉しい、これが流れるんですね、またいい年の瀬だ今年は。